どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月10日土曜日の試合前なんですけれども、タイガースは昨日の試合、ジャイアンツとの3連戦大事な初戦をしっかり取ることができまして、まあ、その中でも4番に起用されて7試合で早くも3本目のね、まあ、ホームラン打ったマルテ選手なんですけれども、まあ、このマルテ選手、今シーズンなんでね、まあ、ここまで成績が出ているのか、まあ、これまでとの違いであったりだとか、あとはサンズ選手のね、阪神愛というのも、まあ、すごいよっていうのはね、たびたび動画でお話をしてるんですけれども、このマルテ選手も実はチームを盛り上げるためにすごくね、まあ、裏で動いてくれてるんだよっていうところについても触れながらね、このマルテ選手について深掘りしてお話ししていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますけれども、まず昨日のマルテ選手ですね。まあ、すごい打球でした。まあ、打球速度っていうのも169キロね。で、飛距離も140メートルということで、まあ、ほんと海外ではね、大谷選手の打球速度っていうのが毎回注目されますけれども、まあ、このマルテ選手もなかなか捉えた時の打球というのは早いですよね。で、昨日のホームランのコメントを出しているわけなんですけれども、とても満足している。打順は特に意識していない。3番でも4番でも自分のやるべきことをやるだけ。こうやって勝つことが大切。常にみんなでポジティブな結果を出す。するように頑張りたいねっていうね。まあ、マルテ選手に関しては3番打とうが4番打とうがね、まあ、特にやることは変わらないと。で、スタイルも変わってないなという感じの中でね、まあ、打順の順番的にもこの4番というところが今ハマっていると。で、矢野監督もね、このマルテ選手についてはコメントを出してるんですが、マルテは選球眼もいいですしね、勝負強さもあるし、ホームランも打てるバッターなんで、本当にチャンスに強い、チームに欠かせない存在ですねということでね、まあ、矢野監督もこのマルテ選手の存在、そしてここまでの成績っていうのを、まあ、絶賛してるわけなんですけど、まずマルテ選手のね、今シーズンの全体成績を見ていきますが、79試合で打率が2割8分9厘、270打数78安打、ホームラン16本、打点が45打点で、出塁率が3割9分9厘、そして得点圏打率3割4分3厘ということで、まあ、ほんとどの成績を見ても素晴らしいですよね。まあ、打率の安定感というのもずっとこの2割8分2割9分ぐらいをね、ずっとキープしていますし、ホームランも16本、1年目の数をもう優に超えてますし、まあ、打点も非常にいいペースで、出塁率も4割近い、そしてチャンスにも強いっていうね。で、まずはマルテ選手の今シーズンの全体感ですけれども、まあ、ここは矢野監督もお話をされていましたけれども、フォアボールですよね。まあ、この選球眼っていうところがマルテ選手の一番の武器と言ってもいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、村上選手に次ぐセリーグ2位の数ですし、まあ、個人的にもね、野球やってたんですけれども、まあ、マルテ選手がね、こうスイングかけてピタッとね、ボール球止まるところとかを見てると、本当こう笑ってしまうぐらい、まあ、本当見極めがすごいなと。なんでそれ止まるんだろうっていうね。まあ、ついついそれ振ってもおかしくないし、完璧なフォークボールとかをね、もうピタッと止まる時もありますから、まあ、ある程度の読みっていうのもね、マルテ選手の中であると思うんですけれども、まあ、スイングかけに行ってあそこでピタッと止まる。で、やっぱりピッチャーが苦しくなって甘く取りに行ってガツンっていうところも結構ありますから、まあ、そういうところで言うと、打撃成績、この打率とかは選球眼が生み出してるものっていうのも間違いなくあると思いますし、で、出塁率ですよね。まあ、3割9分9厘、まあ、ほぼ4割と言ってもいいと思うんですけど、まあ、こんだけね、ホームランもあって、で、ある程度の打率もあるからこその数字、そしてフォアボールがあるからこそのね、この数字だと思うんですけれども、まあ、タイガースの右バッターで言うとね、マートン選手とかはほんと打ちまくってましたけど、このマートン選手とかも出塁率4割に届いた年っていうのは実はないんですよね。打率が3割3分4分ぐらいあっても、まあ、それに届いた時がないっていうのは、まあ、フォアボールが足りてないとか、まあ、そういうところになるわけなんですが、まあ、マルテ選手は打率が3割届いてなくても出塁率が1割ぐらい高いわけですから、やっぱりこれもフォアボールが直結している。で、まあ、いかに安定しているかっていうところですよね。まあ、マルテ選手の出塁率に関しては1年目も3割8分1厘あったんですけれども、まあ、さらにそれに磨きがかかったっていう風な感じですね。まあ、いろんな解説者の方を見てるとね、今シーズンのマルテはボール球止まりますねっていうようなね、声が結構あるんですが、いやいや1年目からね、しっかり止まってたよっていう感じなんですけれども、まあ、さらにそれに磨きがかかったかなっていうところですね。で、マルテ選手のね、まあ、今シーズン3年目になるわけなんですけど、まあ、特に1年目、2年目っていうのは怪我との戦いだったわけですよね。まあ、1年目は開幕前にいきなり右ふくらはぎの怪我で、まあ、開幕いなくて、で、5月ぐらいですかね、帰ってきて、まあ、それなりにこうやってはいたんですけれども、またシーズン途中にね、逆の左足の張りということで、まあ、2回ぐらい怪我があって、規定打席に届かなかったと。で、2年目に関しては開幕サードでね、まあ、4番というところを勝ち取って、まあ、それなりにいいスタートを切っていたんですけれども、スライディングで左膝を故障して、で、また左足の張りっていうね。で、2軍で治りかけた時にまた同じ箇所を怪我するっていうことで、まあ、ほんとこの足に爆弾を抱えてる選手なんですよね。で、そういったところもあって、まあ、ちょっとなかなか計算が立たないと、まあ、それなりにはやってくれるんだけれども、怪我かなぁとね、怪我がちょっと痛いなぁという感じの中で。
で、今シーズンね、2021年に関しては、まあ、ロハス選手を取って、で、サンズ選手も残るだろうと。で、ボーア選手を切って、じゃあこのマルテ選手どうなるのかなと思っていたんですけれども、まあ、減俸という形で3年目も契約して、これが大成功っていうね。まあ、本当にコロナでの出遅れとか、まあ、いろんな外国人選手ね、状況があるわけなんですが、まあ、正直このマルテ選手が一番こう、計算立っていなかったはずなんですよね。まあ、2020年ほとんど試合出てませんし、まあ、成績も落ちてましたしね。でもま、思い切って3番でっていう形になって、これがしっかりハマったということで。で、やっぱり今シーズンはロハス選手がやってくるっていうことで前評判も本当にすごかったですからね。まあサンズ選手もそうだと思いますけれども、特にこのマルテ選手焦りっていうのはあったと思うんですよね。まあ内野外野もちろんねポジションは違いますけれども、まあ外国人枠っていうのがありますから、まあ正直いろいろ逆算をしていってね、スワレスはまあベンチに入るだろうとか、まあそういうのを考えていくとマルテ選手もね絶対こうやばいやばいと思っていたんですけれども、まあそれをねこう力に変えてるというか、でロハス選手が一軍に上がってくるとかね、まあそろそろ来るんじゃないかっていう時に明らかにこうねプレーの力の入りとか変わりますから。まあちょっと走塁のところとかね、たまにこう力を抜いてしまう部分っていうのもあるんですけれども、まあそういった意味合いでもね、この外国人選手の競争というのは、まあチームの底上げっていう点でもね、まあ非常に大きな力があるんじゃないかなと思います。で、このマルテ選手に関しては、もう本当こう、タイガースが大好きみたいなんですね。で、盛り上げることも本当に好きだっていうところなんですけれども、まあ、マルテ選手はよくね、阪神に来て最高に楽しいっていうね、まあ、言葉を常々言っているみたいで、で、このラパンパラね、まあ、ラパンパラに関しては、まあ、今シーズンからね、結構みんなでやるような形になったんですが、まあ、実は1年目からね、弓を引くようなポーズはやっていたんですけれども、まあ、チーム全体でやるのは今シーズンが、まあ、1年目になるというか、盛り上げようという姿なんですね。で、チームを盛り上げようと、母国ドミニカ共和国のコメディアンのポーズを真似て、始めた。日本語がそんなにわかるわけではないですが、マルテはお笑い好きで移動中に吉本新喜劇の DVD を見ているそうですってね。まあ本当に明るい性格ですからね。で、チームを盛り上げることも大好きっていう風な形で、まあ空いたラパンパラを取り入れたと。で、今シーズンタイガースは神宮で開幕3連戦迎えたわけなんですけれども、まあ俺がホームラン打ったらみんなでやってくれっていうところでいきなり打ってね、まあしっかり結果を出して、まあこういうラパンパラが完全にね、今シーズン定着してるわけなんですが、矢野監督がね、このマルテ選手の盛り上げに対してもコメントを出していて、ホームラン打ったらベンチの前でやるラパンパラもそうですけど、ファンを喜ばせようという気持ちとか、チームに一体感を持たせようとする姿勢とか、外国人選手という枠をちょっと飛び越えてきてる感じはありますねっていうね。まあこういったところで言うとね、まあサンズ選手もそれに当てはまると思ってて、まあ前回の大ファインプレーとかもね、とにかく取りたかった、取らないといけないと思って全力で行ったよっていうね、まあこういうファインプレーとか、まあ昨日ね、雨で中止というか、まあコールドゲームになりましたけれども、まあ水をね、こうベンチの前でかけるような姿とか、まあこういう特にマルテ選手、サンズ選手っていうのは、野手っていうのもあってね、こう毎日テレビに映って、で外国人選手の中では、まあ結構その親近感というか枠選手だと思うんですよね。まあスワレス投手とか、まあガンケル投手みんなまあそうなんですけれども、まあこの外国人選手たちがいる間に優勝したいですよね、タイガースね。まあ僕の中ではメッセンジャー投手が10年間ぐらいやってね、あれだけこうタイガースに尽くしてくれる外国人選手っていうのもいませんでしたからね。まあそういったところでぜひとも優勝したかったなという部分だったんですが、まあそれ叶わず、でメッセンジャー投手とは1年間ねこのマルテ選手は被ってるので、まあそういったところでも言うとね、しっかりとこの選手たちがいる時に優勝したいなというところがあるわけなんですけど、で今日からタイガースは9連戦の折り返しということで、まあ残り5試合あるわけなんですけれども、矢野監督がチームの雰囲気として全体としてすごくいい感じとまではいかないけど、全員でつなげる意識でやってくれてるのは非常に嬉しいですし、それで苦しい中でも勝ち星を取れているところかなと思います。初戦は点を味方にしてくれたりで取れて、こういう形を作れましたので、なんとか明日明後日どっちも取るつもりで全員でタイガースらしい野球をやりきりますっていうね。まあ、全員でね、こうやっていくんだ、俺たちの野球はみんなでやる野球なんだっていうところで、まあ、こういうマルテ選手、サンズ選手の走塁意識とかもね、まあ、明らかに1年目、2年目とは変わってる部分がありますから、まあ、こういうところはね、しっかりとこう、矢野イズムじゃないですけれども、まあ、チームの決め事としてやることはやろうぜっていうところを外国人選手もやってくれてるんでね。で、そういうプレーが我々ファンにも伝わって、あ、マルちゃんのラパンパラーとかね、サンズ選手のハッピーハンズとか、まあ、こういうところをこう、愛しい思いで見れるっていうところも、まあ、こういう外国人選手たちがしっかりとチームの雰囲気を作ってくれたりだとか、もちろん成績が伴ってないとね、まあそう思えない部分もあるんですけれども、まあしっかり伴っているからこそね、まあ、愛される助っ人選手にこれからもなっていくんじゃないかなということで、まあ特にこのマルテ選手ね、成績もまたこう上がってきてますし、今4番ですからね、まあそういうところで言うとチームに欠かせない選手になってますから、まあ今後このマルテ選手がどこまでね成績を伸ばしてくれるのか、まあ個人的には3割打って30本出塁率4割とかあればね、本当にもう神々助っ人と言えるんじゃないかなという部分ですけれども、まあどこまで成績伸ばしてくれるのか、この辺注目してみていきたい。
たいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者1万1200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者1万2000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホーありがとうございました。今シーズンのタイガースには、チームを愛してくれる素晴らしい助っ人選手がたくさんいます。そういった選手がいる間に、みんなで優勝を分かち合いたい。そして、マルテ選手のラパンパラ今シーズン何回見れるのか、注目して見ていきましょう。ではまた。